はい、ではね、もう私の動画で過去もね、こちらですよ、ベッセルさんのね、リザード、ライノ、チーターということで、はい、前回の動画はこちらです。このね、ライノブレードで実演したんですが、今ね、つけてある歯がチーターです。こちらではね、実演今回初めてということで、はい、私はね、現場でこの2本を使ってるんですよ。ライノブレードとチーターを常に持ち歩いてるんですが、はい、こちらをね、鉄管ですよ。この鉄管をね、パイプをね、切ってみようと思います、早速。はい、奈良原さん。はい。ベッセルさん、はい、過去ですよ、はい、セーバー走をされたことってなかったですよね。はい。ですよね。まあ、今回というか、まあ、発売から、しばらく経ちましたが、はい、どうでしょう、その、まあ、周りの職人さんたち、はい、まあ、ユーザーの方たちからの届いているお声ってどうなんでしょうか。はい、今ですね、売り場の方にも、はい、随時こう販売の方の展開をさせていただくことになりまして、はい、だいぶ、販売の実績も徐々に右肩上がり、そうなんですね、はい、なるほど、すごいじゃないですか。いや、私もですね、以前の動画また出し、お出ししておきますけれど、この時に一度使ってからですね、その感覚というのが忘れられなかったんです。自重でぐーっと切っていく、はい、その様が忘れられなくて、これは、もうエソラごとでも誇張してもいないです。実際使った私、まあ、今まで過去もいろんなメーカー使いました。それからですね、もうこちらですよ、他に浮気することができなくなったんです。もう常に私のそばには、解体現場のそばにはこちらです。ライノブレードか、もしくはこのチーターですよ、はい、常に寄り添って私のなりを支えてくれてますよ。はい、で、その熱い私の思いをね、気持ちを皆さんにもまたさらにお見せしたいんで、ちょっとこの辺でね、チーターを使って実演などしようと思うんですけれど、いかがでしょう。はい、ぜひお願いいたします。はい、ちょっとやってみましょう。ちょっとやってみますよ。店長、音的には大丈夫ですか。大丈夫ですか。もう自重でいっちゃうんです、これ。これがちょっと皆さん見ててくださいね。これね、実は自重でいくというところをお見せします。ちょっとここを見ていただきたい。見えますかね。ここ見えますか。はい、もうね、一部とは言わない、まあ、一部ですね、このパイプの厚み、まあ、一部3ミリから4ミリはもう入ってます。貫通してます、穴は。もう切り落としますね。ちょ、今回私ね、保護具ということで、まあ、メガネはね、これしてますけれど、手袋をね、していないですが、皆さんはやっぱりね、お切りになるときにはちゃんと保護具してくださいということです。今回ね、事前即売会ということで、私いきなりこう訪ねてきたもので、何の用意もしてないところでちょっと切ることになりましたけれど、というところです。はい、まずちょっと勘違いしてほしくないのと、どうですか、私今ね、片手でこれ切ったんですよ、片手で。はい、奈良原さん、はい、私の仕事っぷりはどうでしたか。いや、非常に、片手でまさか切る。片手で、しかもそうでしょ。そういうとこもうちょっとたくさんくださいね。この、皆さん見てください。このプル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 、プル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 するこの卓上で、この小口ですよ。これ皆さん見てくださいよ。よくやりましたね、泉野さん。さすがでしょ。はい。はい、次にね、質問として多いのが、この肉厚に対して、いくつの山、この山の見方ですね。はい、理想の山の見方がわからない、どれを選べばいいかがわからないということで質問なんですけれど、一つの方法として、これ皆さんご覧ください。肉厚に対して3つですね、はい、3山かかっていると、はい、奈良さんお伝えいたします。はい、はい、3山かかるのが一番ベストベストということですよね。推奨しております。推奨しているということですね。逆にですね、はい、対象はこの厚みに対して、はい、山数が多い場合っていうのは、切る時間が非常に遅くなって、はい、逆に切り切れなかったりする原因になるので、はい、まあ、歯がやっぱり傷みやすい原因、はい、逆に山数が、まあ、さっき3山が推奨って言ったんですけど、1山ぐらいだった場合、はい、って場合は逆早くは切れるんですけど、はい、
その代わり、粗切りになってしまうので、はい、ワークがまあボロボロな状態で切ってしまう。なるほど。それも刃がやっぱ悪くなる原因になってしまうので、はい、じゃあ三山をベストとして使っていただければ耐久性ももちろんですし、うん、商品の本来の力が全て発揮できる。なるほど、ありがとうございます。はい、なのでね、つまりはもうメーカーさんがおすすめ、もうおすすめというより推奨されています。例えばね、この鉄管であればこの山見てくださいね、はい、三山かかっているのでもベストと、これはね皆さんぜひね覚えてください、この見方です。はい、この山ですよね、山、まあ例えば、十何山とか六山とか、まあ八山とか、これ実際何なのって話です。そうなんです、このね、この刃の山の数なんですけれど、これにはねちゃんとね数え方があるんですよ。はい、これね意外と知らない方も多くて、私のね質問コーナーにも多く寄せられてくるんです。はい、まあ、この山数の話をしだすとインチの話をしないといけないんですが、まあ、要するに簡単に言うとですね、1インチつまりは 25.4 ミリの中にですよね、はい、刃がいくつあるのって話ですよね、はい、だ例えば10山だとすれば、25.4 ミリの中にこの刃先、刃の山が10個ありますと、はい、いうことですもんね、はい、せっかくね、メーカーさんいらっしゃるのでハーツです、はいはい、要はハーツが厚ければどうなるの、ハーツが薄ければどうなるんですかという質問が寄せられてます、はいはい、ちょっとお答えしていただけましたでしょうか、はい、ハーツに関してはですね、はい、まずチーターの金属ブレードはですね、はい、ハーツが 0.9 ミリになってまして、まあ、いわゆる薄刃と言われるものなんですけど、はい、こちらのしなりが効くように、はいはい、なので際にこう沿わしてカットができる、うん、際切りですね、際切りに、使える、ブレードになっています、はい、でこちらの逆に解体用に使うライトブレード、はい、こちらの方は、ハーツが 1.27 ミリ、はい、一般的に厚刃と言われるタイプで、はい、こちら逆に剛性が高い、高い商品、剛性っていうのはですね、もう曲がりにくいってことです、ね、曲がりにくい、なので、前回実践であのカットしていただきましたけど、はい、こちらがブレずにまっすぐ切れて断面が切れて、はい、剛性が高い証拠っていう。なるほど、はい、ありがとうございます。もう落ちないです、うんうんうん。